今回は、新たな試みをご紹介します。簡単に言うと、救出を数値化して見える化することで、選手をより正確に評価しようという試みです。数値化、つまり点数化することで、選手のレベルが数値で把握できるので、誰でもわかりやすくなるというお話です。まず、これまでの本チャンネルの経緯をお話しします。2019年夏頃からスロー撮影を行ってきました。そして、回転数データを公開してきました。 回転数のデータとスロー映像の回転軸を見ることで、救出がどのレベルなのかをある程度把握できるようになりました。それにより、私自身のドラフト候補を評価する精度が上がったのは言うまでもありません。そして、さらに評価精度を上げるため、回転数や回転軸データから変化量を計算する試みを行いました。こちらは、巨人の大田大生の大学時代に撮影した際のデータです。こういったデータを見て、 いいか悪いかを判断できるでしょうかおそらく多くの方は判断できないと思います。球速や回転情報、変化量などのデータから選手を評価することは、すごく難しいことです。なので、球質を数値化して見える化することで、誰にでも分かりやすくしたいと思ったわけです。こちらの図は、アメリカのドライブラインベースボールの球質可視化ツールの例です。このように、アメリカでは、 救出を数値化化してて可視化すす。る試みが行われています左の図は、ブレーキングボールの79マイルのデータです。ブレーキングボールは、カーブやスライダーをまとめた分類で、79マイルは時速 127km です。右の図は、同じブレーキングボールの時速 134km あたりのデータです。青色が、危険なボール、赤色が、安全なボール、横軸が横変化量、縦軸が縦変化量です。 変化量は右投手目線で見てください。この2つの図を見ると、ブレーキングボールは球速が速くなると安全になり、横変化量や縦変化量がマイナス側に大きくなると安全になることがわかります。そして、数値が大きいほど安全ということになります。先ほどのツールは有料なので、手が出ません。なので、MLP データを分析して、独自に救出を数値化してみます。例えば、 フォーシームやツーシームの変化量という視点で MLB データを分析してみた結果がこちらです。横軸に、横変化量、縦軸に縦変化量、私の場合は赤が危険、青色が安全としています。これを見ると変化量によって安全性が大きく左右することがわかります。続いて、フォーシームやツーシームの縦変化量と急速という視点で MLB データを分析してみた結果がこちらです。横軸に、急速、 縦軸に縦変化量、色は先ほどと同じで赤が危険、青色が安全としています。これを見ると、休息も安全性に大きく関わってくる要素であることがわかります。このように安全性に関わる項目をあぶり出し、その項目を変数として、救出を点数化してみます。実際に救出を数値化した結果がこちらになります。左が先ほど紹介した MLB データからの分析で、 右が安全性を予測し、数値化した結果です。細かいところに違いはありますが、およそ、安全ゾーンや危険ゾーンは一致しており、まずまずの予測であることがわかります。続いて、横軸を急速にした場合です。左が先ほど紹介した MLB データからの分析で、右が安全性を予測し、数値化した結果です。こちらも、細かいところに違いはありますが、およそ、安全ゾーンや危険ゾーンは一致しており、 まずまずの予測であることがわかります。続いて、この予測が NPB での活躍と整合性があるのかを確認してみます。実際に私が計測した選手のデータから救出を数値化し、4シームでランキングしてみました。大体いい、イメージ通りの結果になっていることがわかります。このように、4シームだけでなく、他球種も同様に分析して数値化し、各球種の点数と投球割合から総合点を算出することで、 プロでの活躍を予測します実際に総合点でランキングしてみるとこのようになりました。だいたいイメージ通りですが、急速の影響もあるので、急速が出るリリーフの方が高くなる傾向にあります。また、いくつか問題点もあります。一つ目は、MLB 級想定の変化量と MLB データから球質を評価している点です。MLB 級と NPB 級は、ボールの違いにより変化量が違うことが分かってきました。なので、 MLB で良い救出が NPB でも良い救出であるとは限りません。二つ目は、縫い目の影響を完全に再現できないことです。変化量は回転情報から推定していますので、実測値ではありません。実際の変化は、回転の影響だけでなく、縫い目の影響もあるので、投球によっては誤差が大きく出てしまう場合があります。三つ目は、請求力です。請求力は重要な要素ですが、 評価に含められていません。なので、救出が良くても結果を残せない選手も出てきます。以上が注意点ですが、それでも数値化して点数化することで、ドラフト候補の評価が分かりやすくなったことは間違いありません。実際に、広島の森下の大学時代のデータがどのくらいだったか見ていきます。こちらは、森下のフォーシームの各種データです。こういったデータから各球種を数値化していきます。 各球種を数値化してグラフ化してみました。青線が森下、オレンジの点線が MLB 平均です。チェンジアップやカーブ、カットボールは MLB 平均以上ですが、フォーシームが飛び抜けていることがわかります。フォーシームが魅力の選手であることがわかりますね。各球種の点数と投球割合で総合点を出すと65.8点となりました。この点数のレベルがどのくらいなのか見ていきます。 各選手の総合点を算出し、クラス分けをしてみたところ、画面の表になりました。MLB 級想定で、MLB データから分析しているので、MLB 選手と比較ができるのはメリットです。S クラスには、MLB トップクラスのデグロムやコールがランクイン。A クラスには、MLB 主力級のダルビッシュや大谷がランクイン。森下は、このクラスに入っています。 1>, 1年目から防御率1点台だったのも当然の結果だったように思います。B クラスには栗林や伊藤博美あたりが入り、NPB トップレベルが B クラスであることがわかります。C クラスには早川や太田が入り、NPB の一軍レベルで活躍できるのが C クラスであることがわかります。D クラス以下は一軍での活躍が難しいことがわかります。このように、救出を数値化して総合点を出すことで、 戦力度合いを評価できそうなことがわかります。また、救出を数値化することで、現時点でのレベルが客観的にわかります。なので、このような試みは、指導の場面においても、役に立つ内容だと思います。以上が、救出の数値化に関する新たな試みのご紹介でした。今後の投手紹介の動画は、救出の数値化を取り入れながら、選手の評価を、点数で分かりやすく紹介していきますので、 チャンネル登録をしていただけると嬉しく思いますまたわからない点や不明点があればコメントをお待ちしています